バニラスカイ。ハッピーです。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます。シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイは一人寂しくお届けするんですけれども、変わらずにね、最後まで皆さんイチャイチャお付き合いください。よろしくお願いいたします。なんでかなってくらい12月はですね、忙しいんです。毎年、去年もコロナの影響を受けていたとはいえ12月忙しかったんですけれどもね、実はですね、鹿児島で最もポピュラーなミュー FM 鹿児島というラジオ局があるんですけれども、そちらでね、私もいつもお世話になってるんですけれども、私も大好きな DJ さん、前畑さんというね、男性の方がいらして、でその前畑さんがハッピーですっていうのを結構ディスってくださっててね、すごいありがたいことに、もうね、愛情、愛でしたね、愛情たっぷりだったんですけれども、あのハッピーですっていうのを流行らせたいのって言われて、ああ流行らせたいのかなってちょっと思ってたんで、ぜひあのリスナーの皆様、ハッピーですっていうのをちょっと流行らせてあげてください。お願いいたします。そんなね、お願いはどうでもいいんですけれども、もう一つお願いがございまして、鹿児島クリスマスマーケットというね、イベントが鹿児島中央駅、鹿児島で一番大きな駅で開催中でございます。そちらからなんとクリスマスイブ、陽子は配信ライブをいたします。16時30分、夕方の4時30分ですね、から配信はね、始まってるんですけれども、5時にアミュツリーという大きなツリーが点灯されます。その点灯とともに陽子の歌は始まるんですけれども、今回はバンドで行います。で、6時からはアップルジャム、7時からは鹿児島を代表するスカバンドアーツがアコースティックバージョンとしてお届けしますので、このね、3つのバンド、まあ楽しいので、まあ素敵なので、ぜひぜひご覧いただきたいなと思います。ではね、もう今月ずっとこの曲お届けしてますけれども、今夜も届けさせてください。そのね、鹿児島クリスマスマーケットが開催されている会場でね、でそこでコンピレーションアルバムギフト2に収録されているアーティストたちと歌いました。シャイニー2020、お聴きください。あなたの想いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日へ。Oh,
お聞きいただきましたのはシャイニー2020でした。あっという間に気づけばもうこのバニラスカイ放送をねスタートさせることができて1年経ちそうですよ。皆さんのおかげ。2021年の1月より毎週木曜日ねスタートしておりますが、まあ皆さんにね聞いていただけてありがたいなという思いでいっぱいなんですけれども、 SNS の方でねちょっとわざとね発信してないんですけれども、まあ、これからはねちょっと映像をつけたりとかいろ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 ねしたいことちゃんとしながら皆さんとより良い楽しいね音時間を過ごせるように努力しないといけないなっていうのが、まあ、今年の反省ですかね。でもねもう楽しかった。もうこの1年間石井さんのおかげでもあるんですけれども、そしてうちの娘のねシノンのおかげでもありますね。何より聞いてくださる皆様がいてくださってこそなんですけれども、 FM ギノワにね今年行けるかなって期待してたけどやっぱり行けなかった。いつになったらね生放送でバニラスカイお届けできるのかなと思って、まあ、ちょっと楽しみにしてるんですけど、ひふみずばあさんもねゲストでおいでよって言ってくださってるのにもう今年行けないやと思いながら、来年こそね伺いたいですね。できればね夏に行きたい沖縄。それでいろいろ美味しいもの食べたいんですけれども、沖縄ってこうステーキとかソーキそばとかいろいろありますけど、沖縄じゃなくても食べれるじゃんって突っ込まれるかもしれないけどね、美味しそうなこう中華料理屋さんを見つけたんですよ。でそこが四川料理って書いて、なんか四川ってイコール日本だと辛いっていうイメージだから、まあ、麻婆豆腐とかねなんかすごい美味しそうだなと思って、そのお店はソーキそばもある、沖縄そばもあるみたいなんですけれどもね、まあ、とにかく私はそこにも行ってみたいし、いつも行くようなところにも行きたいし、できっとね娘も連れて行くので、娘はねもうね国際通りのねあのお土産コーナー大好きですからね、どんだけ歩いても何往復してもまだ迷ってこう何買おうかなっていうあのワクワク感、若いうちしかないよね。私の場合はもうあお土産買ったから OK 次行こうって言ってもう座りたくなっちゃいますけどね。まあそういうなんていうのかな、あの夏の暑い中で過ごしてた沖縄時間久しぶりに思い出しましたけど、行きたいですね。そういえばあの四日市のお兄さん分アーティストのマックさんがね、私がちょっとこのバニラスカイお休みした時に三振片手に DJ してくださってましたけど、マックさんとも沖縄行きましょうっていう話をしてましたからね、みんなで行きたいですね。仕事は3割7割遊びみたいな感じでどうでしょう、行きたいですね。洋子バンドで行けたら最高ですね。そしたらさ、よくあのバンドでここに行きたいとか言うと、こういう素敵なホールがあるよとかね、応援してくださる方からねメッセージいただいたり助言をいただくんですけれども、まあバンドで行くって言ったらまあ5、6人ですけど、そのご提案くださるホールとかは何千人っていうレベルなのでね、どんだけ売れたらねこうすぐこうバンドでツアー回れるのかなっていつも思いながら、まあ、とにかく一歩一歩大事なのでね、来年はもっと一つ一つの発信を大事にしていきたいなと、そしてコンスタントにね皆さんと音時間共有できるようにしていきたいなと。さっきから今年の反省ばっかりしてるけど、だって今年の放送今日も入れて3回しかないんですよ。なのでぜひね皆さん、今夜もメッセージいただいてますけれども、今年あと2回なので2回をこうね今年の美を飾るみたいな感じでメッセージリクエスト大募集しています。では今夜リクエストいただきました、カタシグレという曲をお届けしたいんですけれども、カタシグレってね冬の季語なんですよ。女性心を描いたんですけれども、なんと冬だったみたいなね、雨の歌かなと、なんか雨が似合うなと思ってね発信してたんですけれども、またねこれもね応援してくださる方が、カタシグレって綺麗な言葉だね、冬の季語なんだねっていうメッセージで知ったという、そんなこうなんて言うんですかね、何も知識がないのに発信していいのかなと思いながらも、でもいい曲なのでねちょっと聴いてください。陽子でカタシグレ。ふと懐かしい
しい気持ちで目覚めたの、あなた越しに弱い光、雨の音が聞こえる、夢に見てた未来の破片が牙を剥いて、私の喉を刺すように言葉奪った、もう戻らない、もう戻れない、今が過去を作ってゆく、ただ懐かしい思いがそっと熱を お届けしましたのは、陽子で片しぐれでした。では早速メッセージをお読みしたいと思います。陽子さん、スタッフの皆さん、こんばんは。お久しぶりのあなたのカズさんです。
今年もクリスマスマーケットの季節になりましたね。一昨年その前と網広場に遊びに行っていましたが、去年は行けませんでした。今年こそは行きたいと思っていますが、体調次第ですね。陽子さんのステージを見に行けなくても怒らないでくださいね。私はとても冷え性で、毎年まず足の指に霜焼けが、次に手の先に霜焼けができるのです。根っからの鹿児島生まれの鹿児島育ちなのにと周りのみんなに珍しがられますが、鹿児島でも冬はしっかり寒いので、私みたいに霜焼けになる人はきっといますよね。これは体質だから仕方がないと諦めて、それでも足に張る北海道や近くにある温泉に助けられながら、これからも付き合っていくしかないかなと思っているところです。だから元気だったら必ず陽子さんのステージを見に行きますね。そこで今回のリクエストは片しぐれをお願いします。陽子さんの曲は、好きな曲はいろいろありますが、私はこの曲が一番のお気に入りなので、前にもしましたがまたリクエストします。最近ライブ活動が少しずつ増えてきているみたいで嬉しいですね。でもこれからますます寒くなるので、陽子さんも体調にはくれぐれもお気をつけて元気にお過ごしくださいね。ではごきげんよう。カズさん、今夜もありがとうございます。私よくできてましたよ、子供の時に。最初指にできるけど、すぐ足にもできてたし、で大人になって結構外で歌うこととかもね増えてくると、寒いんだけど意外と足先の北海道って効かないのね。もう中にさ、こうファーとかボアがついてるような靴を履いてる方があったかいなって思いました。私がね、こう衣装に合わせた靴とかを履くからちょっと特殊だったのかもしれないですけどね。それでもね、北海道の足用はあんまり効かないなっていつも思って、ちょっといろいろと他の部分で工夫してましたけどね。とにかくカズさん、お大事に。まあお互い手洗いうがいとかマスクとか、できることはいろいろ予防しながら楽しく生きていきましょう。来年こそはね、鹿児島クリスマスマーケットとか、こう寒い時期に平和や皆さんの幸せを願って歌いたい曲があります。ゴスペルのね、あのステージをイメージして作りました。 Beautiful Days という曲をお聴きいただきたいと思います。陽子で Beautiful Days。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら変わらない、あなたがいる未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それなのに何一つ変わらない、優しい思いつつ
全てではない。お届けしましたのはビューティフルデイズでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。今日自然となんか反省する言葉ばっかり出てきてるんだけど、もう一つねちょっと反省しないといけないなって思うことがあるんです。この1年間ね、家族ネタばっかり出してたなと。なんかさ、皆さんネタ提供してください。あ、こういう話聞きたいなとか、こういうとこ見たいなとか。意外とね、私、家にいるか、家族と過ごすか、音時間のために動くかっていうね、その2つしかない人生なんですね。だからさ、こう SNS 通して、ああ、そこに行ってんだ、遊んでるんだな、今日も、みたいなことをね、結構思われがちですけど、意外と遊ぶことにストレスを感じる女なのでもうね、お酒の席とか、まあ、いいよね、同業者の方とかお世話になってる方、あんまりこれ聞いてないよね。意外とプライベートでね、飲みに行くとかね、大変だなと思って行かない人なんですよ。だから皆さんがね、連れ出してくださると、あ、行こう行こうって。で、大概子供好きですからね、一人で行けないのよね。でもさ、こう大人のお店とかあるじゃないですか、ラウンジとかさ、クラブとかさ、まあ、そういうところではお姉さんたち、綺麗なお姉さんたちとさ、楽しいお酒を飲んで、あ、幸せだなって男性以上に楽しんでるんですけれども、まあ、だけど、まあ、それ以外はね、結構子供連れで、もう私よりも娘がね、皆さんに可愛がっていただいて、で、帰り道に、あ、今日も美味しいお酒飲めたな、よかったねって、うちの子シノンね、シノンに今日も可愛がってもらえてよかったね、楽しかったね、じゃあおやすみみたいなね、そんな感じなんですよね。だからね、来年のラジオは例えば女子力について語るとか女子力について語っても、私からなんか出てくるのかなって感じですけどね。 SNS に何発信しようかなって思った時に、音楽のこととかイベントとか意外で考えたら、なんかご飯作ることとかさ、なんかお菓子作ることとか、またそれもさ、家庭的なことでしょ。もうちょっとなんかないのかなと思って、ぜひぜひ今年の反省点をね、皆さんも陽子の代わりに見つけていただいたらね、嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では、来週再来週と今年の放送あと2回なんですけれども、来週こそ可愛いゲストが来てくれるんじゃないかと、再来週こそ可愛いゲストが来てくれるんじゃないかと、皆さん以上に淡い期待を持ちながら今夜はお借りしたいと思います。皆さんも今週1週間めちゃくちゃハッピーでいてくださいね。陽子は皆さん以上にハッピーでいたいと思います。では一緒にバイバイハッピー。